さんどうも、ウォータローです。今日は滞空時間の長いロングフィードの蹴り方をご紹介します。あなたはこんな経験したことありませんか？出したロングボールがタッチラインを割ってしまった、ゴールラインを割ってしまった、はたまた相手のゴールキーパーに直接渡ってしまった、結構あると思います。いいですか皆さん、弾道に違いがあれど飛ばす距離が 30m、40m 同じ距離だった場合で、その飛ばす距離に2秒、3秒時間を、追加することができたらどうでしょうか。それだけ味方が走り込む時間が生まれます。もう少し具体的に説明しますと、弾道の低いボールというのは前に進む力が強く働きます。対する滞空時間の長いボールというのは前ではなくて上に飛ぶ力が強く働きます。なので滞空時間の長いボールというのは落下時にも前に進む力が弱いので、衝撃を吸収することができます。逆に弾道の低いボールというのは前に進む力が強いので落下時にもどんどん転がっていってしまうというわけです。他の使い道としてはアディショナルタイムの時に時間を稼ぎたい時なんかに使えます。1秒でも2秒でも時間を稼ぎたい時、こんなロングフィードで前線に放り込むなんていう時間の稼ぎ方もできます。それでは蹴り方の解説をしていきます。まず普通のロングキックの場合はインフロントのこの薄い部分をボールの下に入れて地面をカットするように皆さん蹴ると思いますが、滞空時間の長いロングキックの場合はフォロースルーの形がまず変わってきます。先ほどは地面をカットするようにですが、滞空時間の長いボールは足を上に持ち上げるようにして運んできます。そしてこの時プラスですよ、ボールの下に入るまでは一緒です。入ってボールがこの真ん中ぐらいに差し掛かった時に足首も上に煽るような形で、持ってきます。これをほぼ同時進行で行います。一応言っておきますが、カットの蹴り方でも滞空時間の長いキックは可能です。ただより高く滞空時間を稼ぎたいときは、僕がご紹介するこの蹴り方を、やってみてください。これどうして足をこうやって振り上げるのっていうと、ボールが上に向かう力を強くするために足を上げます。そして足首のスナップ返しで、ボールの回転をより強めます。ボールの回転が、上昇への鍵となります。これはすごく単純なことで、トップスピンの場合どうなるかっていうと、ドライブがかかります。ドライブがかかるってことは落下しますよね。バックスピンは逆です、上昇へつながっていきます。低い弾道のボールが悪いと言ってるわけじゃなく、使い分けが大事です。自分のチームに足が速いフォワードやサイドハーフがいるって方はね、ぜひ使ってみてください。必ず効果があるはずです。